皆さん、こんにちは。とりとりチャンネルの、とりのすけです。早速、前回の続きからプレイを進めていこうと思うよ。現在は、1591年、11月。徳川上杉に対する秘境作戦を成功させ、直後に結成された織田家包囲網に対しても、各所で戦局を優位に進めている、という場面。大伊達戦線の方では、南部家に火事場泥棒されそうなんだけど、まあまあ、佐沼城や寺池城を取られたとしても、陸城や小泉城、明城を抑えておけば、陸前の支配権は手に入るんじゃないかな。とはいえ、伊達家の武将を横取りされるのだけは避けたいので、その点には注意しておこう。ちなみに、東北地方の勢力は、南部家と相馬家以外は、すべて敵に回っている。ただ、北の安藤や津軽はもう遠すぎるので、その辺の退治は、南部家にお任せするよ。それでは、今月の内政を早送りでお届けするよ。まずは、工作で密使のチェック。新しく密使を送り込める勢力は、特にいなかった。続いて、各地の軍の状況などをチラ見しつつ、我が織田家の米蔵の様子を鑑みて、兵糧を購入しておいた。闇取引はないので、正規ルートで購入。次に、来るべき川越城攻略戦のために、城の周囲に、巡検所を建造することにした。そもそもの兵数上限が、7100と狭めなので、巡検所5個を用意し、兵数差で押し切ろうという作戦。さらに続いて、元桜城の攻略に取り掛かる。こちらは上限が多めなので、下準備なしでも大丈夫。周囲の城から6部隊を集めて、約1万5千の軍を出撃させた。それでは、準備ができたので、11月の進行フェーズをスタートするよ。立岡軍が、伊達家の小泉城に到着。強行で36日か。期待してたより長くかかるけど、まあしょうがないね。陸上から警戒軍が出てるけど、あれは無視していいやつだな。徳川家の大名、農兵精錬。今度は、大崎家の明城に、大関軍が到着。決戦にならなかったから、包囲で約3ヶ月もかかる。まあ、近くに立岡軍や南部軍がいるから、これも仕方ないね。ではまた時間を進めるよ。試作ポイントゲット。南部対伊達の決戦は、南部が勝利。そして、徳川家のさらなる大名、優美無冠。今度は、真田家の岩櫃城が陥落。いいねいいね。それでは、伊達重実軍には、引き続き真田領の攻略に当たってもらおう。真田家とは岩櫃城下で一度決戦しているので、今なら敵兵力が削れていて、返り討ちに遭う心配がいらない。真田城下は、本来ならば守り手に有利な場所だけど、今なら押し切れる。さて、さっきの決戦で、佐沼城は速陥したんだな。南部軍が、寺池城まで進むかどうか。一方、元桜城の方はというと、家康軍が、城下ではなく隣接軍で待機している。相手は家康だし、ここはできれば城下決戦にして、無駄なく城を落としたいところ。というわけで、くるり城から、別動部隊を出撃させるよ。元桜城の留守を突くと見せかけて、家康軍を、城下に引き返させるのが狙いだよ。そんなわけで、福原くん、よろしく。うむうむ、これでいいんじゃないかな。そして、軍を出撃させると、家康軍が、元桜城下に戻り始めた。これで無事に、城下決戦ができそうだな。よしよし、最上軍が城下に到着したぞ。倍近い兵力で、家康軍を撃破。そのまま攻城戦に突入して、強行で約26日。家康に自ら籠城された場合と比べれば、十分早いだろう。役目を果たした福原くんの軍は、騎乗させるよ。万里城も一気に狙いたいところだけど、将も兵も足りないな。さてさて、他に確認すべき戦線はというと、藤吉田のところかな。救援軍が向かってきてるけど、間に合わなかった。なんとか無事、豊臣にカウンターを食らわせることができた。これで、救援軍も撃破してやれば、しばらくはおとなしくなるだろう。そして、一部隊だけ部分入城させ、残りの兵で、豊臣軍を撃破することにした。そして、時間を進めると、冬が訪れて、12月になった。それでは、今月も内政は早送りでお届けするよ。工作で連れた武将が、
伊達家で一人、大崎家で二人いたんだけど、そのうち、伊達家の一人は出陣していなかったんだけど、大崎家の二人の方は、どちらも主城戦に出陣していたので、明星の攻略方針を、包囲から攻撃に変更しておいた。そして続けて、その二人と密約を結ぶ。戦場で裏切らせるためには、金銭か火砲で釣る必要があるから、結構コストはかかるんだけど、あのざまみろ感を、もう一度味わいたい。そして最後に、ほんのわずかだけど、兵糧を買い足して、準備完了。それでは時間を進めるよ。伊達重真軍が、真田城に到着。決戦にはならなかったけど、行幸で41日。続いて、富士吉田城近くで豊臣軍との決戦。無事勝利したぞ。これで、豊臣軍恐るるに足らずと、天下に証明できた。それでは、よく働いてくれた志村軍は、ここで解散。うむうむ、いい感じだぞ。兵糧がカツカツであるということを除けば、すこぶる順調だ。ただ、明星の攻城戦の方は、まだまだ先が長そう。わざわざ二人と密約結んだけど、それを活用する前に、敵方の兵糧が切れてしまうんじゃなかろうか。みんな、頑張ってくれー。さてそれでは、改めて時間を進めるよ。今度は、伊達家の小泉城が陥落。以前うちから伊達に寝返った、白川さんが戻ってきた。それでは、立岡軍を陸上に向かわせよう。南部軍は、佐沼城を手に入れただけで、満足したみたいだな。立岡軍の陸上到着予定は、3日後。そして、立岡軍が目的地に到着。方位で39日なら、悪くないよ。さて、何度も確認して悪いんだけど、明星の攻城戦の様子が、気になる。お、強行ができるようになっているじゃないか。それじゃあ、強行に切り替えておこう。本狂わの一つ手前まで押し込めば、こちらの勝利だ。そしてここで、徳川家の元桜城が陥落。各所で続々と城を落とせているな。さて、元桜城を落とした最上軍には、次はどこに行ってもらおうかな。先月頭に建て始めた準剣所が、すでに完成しているから、ちょっとだけ兵を補充して、川越城に向かってもらうのもありか。どうしようかな。ただ、正直、川越城の攻略軍は、どこからでも集められるから、近くにある万華城を先に落としてしまった方が、いい気がする。そんなわけで、最上軍は万華城に向かわせたよ。そして、忘れると困るので、沢田城の100人部隊も、そろそろ用意しておくか。前だけの軍勢と、ガチでやり合う意味はないので、あえて城を取らせてから、前田軍が解散した後残された秋城を、再度かすめ取るという寸法だよ。そんなわけで、田村明頼の100人部隊を、沢田城隣接軍の赤止まりにて待機させておくよ。よし、それではまた時間を進めましょう。そして、そのまま何事もなく時が過ぎ去り、大雪に渦漏れた正月となった。うへぇ、太田城のあたりでも大雪が降るのか。そして逆に、もっと雪が降ってそうな東北の方は大丈夫なのね。さてさて、文句が絶えないけど、今月は1月で、氷上の月。いつも通り早送りでお届けするよ。今回は、軍事と対名のポイントを集めてみた。これまたいつも通り、特に欲しい方策がなくて、散々迷っていたんだけど、農業ポイントがそれなりに溜まっていたので、差出検知など、農業系の方策3つをまずは取り、さらに続けて、論議系の英才教育と、奏者親善会も取っておいた。武将が一人仕官してきたな。すまねえな。さてさて、1592年に突入し、ゲーム内では、プレイ開始から2年2ヶ月。実プレイ時間では、3時間15分ほどが経過したところ。正直、目標である5時間クリアは、ちょっと怪しくなってきたんじゃないかと思っている。順調に勢力は拡大しているんだけど、まだまだ京都まで遠いんだよな。しかも、包囲網のせいで、西側の勢力がみんな敵に回ってしまった。一つ一つの勢力は小さくても、それらの勢力全部を潰しながら成長するのは、なかなか骨が折れそうだよ。さて、話が逸れたけど、目下気にしているのは、ギリギリで回している兵糧。支出を抑えるために、
できればどこかの戦線を手仕舞いにしたいんだけど、せっかく攻勢に出ているのに、もったいない、という心理が働き、戦線の縮小がなかなかできないでいる。こういうところは、鳥之助の悪い癖。さまつなところにこだわって、大事な部分で失敗しがちだよ。例えばここ、明星でも、最初は包囲してたのに、ざまみろ感の誘惑に惑わされて、結果無駄にお金を使ってしまった。その上、損切りのタイミングも測れず、いつまでもダラダラと強行を続けている。こういうところは、本当に良くないよ。時間を進めてしばらくすると、最上軍が、徳川家の万華城に到着。兵糧攻めをお勧めされたけど、これ、うちの方が先に火上がってしまうんじゃ。今から2ヶ月、持たせられるかなー。そして、状況報告を見ると、真田城が城主交渉の後期になっていた。このまま強行で攻めた方が、早く落ちるな。いや、でも、城主交渉に持ち込めば、真田のお兄ちゃんを、一足先に家臣にできる可能性が高い。というわけで、交渉を申し込んでおいたよ。あや、真田の救援軍が出てきたな。正幸軍は1800だから、追い返すのはわけもないけど、城主交渉が、キャンセルされちゃったかもしれない。真田城下での迎撃戦は、勝ち確で勝利。一応、攻城戦の様子をチェックしてみると、交渉がキャンセルされた様子は、特になかった。準備が進んでいるらしい。ではまた時間を進めるよ。これは、真田城の城主交渉だな。頼むよ、ボクサー近田か。よしよし、無事成功したぞ。これで、城と優秀な武将が、同時に手に入った。続けて、伊達重実軍には上田城に向かってもらう。ここまで来たら、何としても真田は滅ぼしてやろう。ただ、とにかく兵糧が問題。何かできることはないかな。ちなみに、万華城を攻めてる最上軍って、1万人以上兵がいるけど、これ、少しくらい減らしても、大丈夫なんじゃないか？そんなわけで、包囲に必要な3部隊以外は、騎乗させることにしたよ。これで、兵糧消費を少しでも減らすことにしよう。ここで、織田友春が関東管領に就任。もはや、織田家こそが関東の雄となったな。そして、今度は伊達家の陸上が陥落。これで伊達家も残り城一つ。南部家にかっさらわれてはたまらないので、立岡軍も、少し兵を減らした上で寺井家城に向かわせよう。寺井家城の攻め口は、3つか。なら、3部隊で5000名くらい兵がいれば、城は落とせるんじゃないかな。そんなわけで、3部隊を騎乗させて、軍の規模を半分くらいまで圧縮してから、寺井家城に向けて進軍させたよ。あと一つ、気になるところといったら明星の攻城戦。結局、頑張って強行させたものの、城門を2つしか打ち破れていない。これだと、もう包囲の方が早いだろうな。武将2人と密約を結んでいるけど、あと15日以内に、本グルワの一個手前まで攻め上れるとは思えない。いい加減諦めて、包囲に切り替えるべきだ。と、一瞬思ったんだけど、よく見たら、寄せての大関軍の方が、城兵よりも数が少ない。城外決戦に打って出られないよう、攻撃は続けなければだな。せっかくの、ざまみろ艦のチャンスだったけど、今回はお預けだな。それでは1月の残り、時間を進めていくよ。伊達重実軍が、上田城に到着。強行で36日か。来月兵糧を買い足せば、なんとかギリギリ持つんじゃないかな。つうか、絶対持たせないとあかん。一方、佐渡の沢田城にも、そろそろ前田軍が到着する頃合いだな。到着予定は、1日後らしい。そして、沢田城が陥落。正直、このタイミングはあまり嬉しくない。月末に近いから、利家軍が解散する前に、来月頭の配属で、武将が赴任してきちゃうな。マジかよー。まさかのタイミングで、田村明頼が御臨終。沢田城を奪い返すための100人部隊が、消滅してしまった。予想外すぎるけど、こんなことも起こるから、面白いんだよな。それでは、いつも通り内政は早送りするよ。まずは、周囲の勢力への工作を再設定して、豊臣と上杉の2勢力にのみ、密使を送り込んでおいた。続いて、南部に対して従属の使者を送り、
最後に、兵糧を4500ほど買っておいた。これで一応、今月分の兵糧は確保できたっぽい。それでは、2月の進行フェーズをスタートするよ。佐渡の前田軍が解散すると同時に、伊達家の寺井家城に、叔母吉成軍が到着。包囲で約35日。さて、こっちはこれでいいので、沢田城の様子をちょっと見てみよう。所属武将がいないのは、まだ2月上旬だから当然として、気になっているのは、実際に武将が派遣されているのかということ。前田家の城を調べてみると、所属武将たちの所在が、軒並み期間中になっている。これはつまり、彼らが、先ほど解散した軍に参加していたことを示しており、逆に言えば、沢田城に派遣できる留守居の武将が、一人しか存在していなかったということである。そして、結局その一人も、魚津城に留まっていたため、沢田城は依然として、秋城のままであることが判明した。そんなわけで、北条城から100人部隊を出撃させ、沢田城の奪還に向かわせることにした。到着は1ヶ月後だから、ギリギリ間に合うんじゃないだろうか。つうか、ここまでがら空きになっていたのなら、沢田城で籠城しながら、前田領に100人部隊を送って、空き巣を狙ってもよかったな。盲点だったから、全然気づけなかったよ。そして、時間を進めると、大関軍の手により、明星がようやく陥落。やっとのことで大崎家を滅ぼせた。いろいろ無駄が多かったけど、とりあえず、兵糧切れになる前に落とせてよかったよ。大関軍はその場で騎乗させて、引き続き、時間を進めることにするよ。試作ポイント下等。ちなみに、今試作ポイントをくれた小野寺さんって、どこの人だっけ？あ、安藤家の武将か。そうそう、城主格役で釣ったんだったな。安藤家の城が南部に奪われたことで、領土が接しなくなり、工作ができなくなってたんだけど、密約は生きたままなんだな。まあ、特に手元に置きたい武将でもないので、このまま放置しておこう。そして、各地の攻城戦の様子をチラ見してから、改めて、時間を進めるよ。豊臣で一人武将が連れて、先ほどの密約が期限切れとなった。そしてこれは、伊達家の寺井家城だな。撃って出てくれたらしい。勝ち格で勝利して、寺井家城は即日落城。伊達家を滅ぼすことに成功したよ。さらに続けて、真田家の上田城も、伊達重真軍の手により落城。真田家が滅亡したよ。これで今月は、大崎、伊達、真田と、三勢力を立て続けに滅ぼしたことになるな。これで、家臣団の層も、かなり厚くなったはずだよ。それでは、重真軍については、上田城が対豊臣の最前線である、ということもあり、2部隊を部分入城させて、残りは騎乗させる。よしよし、それにしても、なんとか兵糧は持ちこたえたな。このまま2月の進行フェーズも終わらせるよ。そして、2月末となり、包囲網が終わりを告げ、春が訪れた。いやはや、なんとかしのぎきったな。よし、それでは、本日の動画は、この辺で終わろうと思うよ。包囲網をしのぎきり、一大勢力となった、織田家。天下総無事のため、この先、どのように成長を果たすのか。そして、伊達家が滅んだ今、あの男の出番があるのか。今後の展開を、お楽しみに。それでは、次回もよろしくお願いします。鳥之助でした。